はい、今夜もハーレの時間がやってまいりました。ということでですね、今日のお題はちょい乗り走行するとハーレーが壊れるのか問題ということでやっていきたいと思います。はい、ですね、前回のこちらのね、ちょい乗り走行ですね、こちらをするとどうなのかっていうのをね、やらさせていただいたところ、まあ、大変反響いただきました。コメントもたくさんいただきました。はい、この中からやっぱりね、いろいろね、話していただいた中で、じゃあちょい乗りの定義ってのはどうなのっていうことでね、今日はね、このちょい乗りについてどうなのかというのをね、ちょっと深く掘り下げてね、やっていきたいと思います。はい、じゃあですね、そのちょい乗り走行ね、前回のおさらいね、ちょい乗り走行するとどうなるのかっていうことなんですけども、オイルがね、乳化しますよね。はい、オイルが乳化するっていうのは、まあコーヒー牛乳みたいになっちゃうわけですよね。そうすると重加圧効率が落ちる。まあ詳しくは前回の動画見てくださいね。はい、で、乳化って分かんなかったら、あのウィキペディアとか見ていただければね、分かると思います。はい、それ見てくださいね。はい、そうするとまあ分かると思います。距離ね、ちょい乗り走行の、はい、これどれくらいなの、時間どれくらいなのっていうのをね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、じゃあまずね、距離からいきますね。距離はね、じゃらじゃんじゃん、約ね10キロ以下、これがね、ちょい乗り走行で言われます。10キロ以下ね。はい、じゃあ時間は、時間、じゃかじゃかじゃんじゃん、30分以下、これが、ちょい乗り走行ですね。あ、俺かと思った方いるでしょ。はい、それぐらいがちょい乗り走行です。はい、まあ、ね、いや、俺ね、35分走ってるよとか言う方もいるかもしれないけど、でもそれもやっぱちょっとちょい乗り走行ですね、それもね。はい、そんな感じだと思います。まあ、俺11キロぐらい走ってるから、まあ、それもちょい乗り走行ですね。はい、なので、もうちょっと走りましょうよっていうこともあるんですけども、まあ、それが一応ちょい乗り走行と言われるね、あの距離と時間になりますね。じゃあ、ただね、やっぱりね、皆さんの住んでる地域だったり、環境によってね、この辺はやっぱりね、結構変わってくるんですよね。はい、やっぱり冬と夏だったりすると違いますよね。はい、あと北海道に住んでる方もいれば、沖縄に住んでる方もいますよね。この辺でもやっぱりね、変わってきます。はい、でね、何か変わるかっていうと、前回お話しした通りね、やっぱり、ね、湿度とか、ね、温度、これがね、やっぱり違うんですよね。これが大きいと思います。前回お話ししたように、やっぱりエアクリーナーから吸い込んだら大気をですね、やっぱり中に水がね、入ってるわけですよね。水分が含まれてるわけですね。それがやっぱり蒸発しきれずに、オイルと混ざり合って乳化するですとか剥濁するっていうね、話をさせていただきました。はい、なのでね、やっぱりもうちょっと乗りましょうよっていうこともあるんですけども、まあこれがちょい乗りすると良くないよ、まあ最終的にはエンジンを壊してしまうよっていうようなね、ことをね、今話させていただきました。まあこれが全てではないんですけどもね。はい、なのでね、まとめますとね、しっかりね、走りましょうよ、まずはしっかり走りましょうよっていうのをね、やっぱり呼びかけてます、我々の方でも。はい、で、完全暖気ですね、これが大事ですね。エンジンが温まってから、しっかり温めてからエンジン切っていただく、これも大事ですね。はい、ただですね、今言ったようなことがね、ちょっと忙しくてちょっと難しいんですよ、私どうしてもちょい乗り走行しかできないんですよって言われてね、あなたいますよね。はい、そうなの、やっぱりそうですよね。そういう方はね、やっぱりね、オイル交換ね、こまめにやっていただくっていうのはね、大事だと思います。じゃあどれぐらいのそれ頻度なのっていうことなんですけども、やっぱりシーズンごとのね、春夏秋冬ですね。それのね、それぐらいのね、ペースでね、オイル交換とかね、していただければね、結構ね、今言った中でも、ちょい乗り走行でもね、結構エンジンがね、結構元気な状態で動いていると思いますので、はい。今日ね、ちょっとね、このちょい乗り走行についてやらせていただきましたけれども、今言った定義のね、なんか全てではないんですけれども、やっぱりしっかり暖気させて、しっかり走りましょうっていうのをね、我々の方も呼びかけておりますので、今夜のハーレーはですね、ちょい乗り走行がどれぐらいなのか、皆さんからコメントいただきました。ありがとうございました。ということで、またね、これについてのコメントもですね、またお待ちしておりますので、また、今夜のハーレー見ていただければと思います。今日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。はい、今日僕が着ているこのロンティーですね、乳化じゃないですね。はい、ね、色がね、いいですね、こちらね。はい、こんな感じでーす。はい、またお問い合わせお待ちしております。コメントよろしくお願いしますね。はい、また待ってますんでね。はい、何でもコメントしてください。またそれについてはね、動画も撮っていきたいと思いますね。ありがとうございました。